一番好きな国はドバイ、はるかいです。お願いします。本日はスペシャルゲスト、与田翼さんです。いやー、嬉しすぎます。ありがとうございます、はい、与田さんも何年ぶりですか、はい、自分が2015年にシンガポールから日本に帰った時に、はるきくんを含めて飲み会、はい、そうですね、そうなんです、そこで初めて会って、はい、その後クラブハウスでちょっとだけ、うん、お話しさせていただいて、はい、そこから与田さんが日本に入ってきたということで、でちょっと与田さんこう YouTube のコラボされる方を、はい、あのツイートを見たんで、はい、そしてあと入江さんのご紹介で今回決まりました。いやー、ありがとうございます。これ3回だ。与田さん、ちょっとささやかなんですけど、はい、今日お土産を、こちら。マジっすか。与田さんといえばドルガバということで、はい、マジっすか。与田さんが持ってないのにしてくれよと。嬉しすぎる、こんなの献上してくる人初めてですよ。いやいやいや、これはもう与田さんにお時間作っていただくだけでも。いやいやいや、すごいリボンがついてて、めちゃめちゃ可愛いんですけど、じゃあ、ちょっと開封させていただきます。ありがとうございます。はい。なんすかね、なんだろう、なんだろう、本当に楽しみ。いきます。はい。はい。あ、また締めがね。いらします。やっぱりね。おぉ、めちゃめちゃかっこよくないですか。ありがとうございます。うわぁ、本当に持ってない。いや、めちゃめちゃ嬉しい。これ見ると、はるきくん思い出すよね。嬉しい、嬉しい。かわいい、ヘアスタイルが。本当嬉しいです。いや、ありがとうございます。やっぱ僕らの世代も、秒速で1億円稼ぐ男がもう、駅をジャックされたり、テレビからネオヒルズ族っていう、はい、やっぱ僕たちが若い時の本当に憧れでしたな、方々とこう隣に今入れるってすごい嬉しいんですけど、やっぱ視聴者の方にもっとね、与田さんのことをあの知っていただきたいですし、はい、僕結構その若い層も多いんで、そうですよね、もしかしたら与田さんのこと知らなくて、全然知らない子が多いと思います。もっとね、与田さんがどういう方っていうのを今日掘り下げていこうと思っております。よろしくお願いします。本当にありがとうございます。今日はですね、はい、与田さん、はい、こちらカードを作っております。こちらの質問にちょっと与田さんが答えて言ってもらえたら嬉しく思います。わ、はいはい、かりました。与田さんに選んでもらうんだけど、はい、1枚目は自分から。なるほど、まあ、はい、じゃあこちらお願いします。はい、はい、すげえこと言ってる、全部見えてる。まずじゃあ第1問、はるかイメージ。そうですね、はるくんといえばなんか、はい、面白い頭してる、ニワトリみたいな。青汁にも言われてました。青汁王子の多分そのコメントを読んでるから、はいはい、あ、なんか変な頭っていう認識があるのかな。あれ、昔ってもそんな顔にしてました。まあでも年々こうグレードアップしてる。そうですよね、はい、なんか色がね。そうです、そうです。いやいや、でもすごいおしゃれで、あ、ありがとうございます。あのかっこいい子で、はい、かわいいイメージがあります。なんかいつも誰かに詰められてる。いじめられっ子キャラですか。スーツが着てネクタイして、いつも謝罪動画しか見られない。謝罪系 YouTuber ですか。あれが本当に可愛らしいなっていう、はい、あ、そうですか、はい、こっち必死に真剣に謝ってました、うん、そんなちょっと僕に、はい、まだまだこう YouTube もそうですし、はい、もっともっと伸ばしていきたい、うん、春機会にちょっとコンサルするとしたら、若者世代に対するカリスマ性もあると思うし、はい、みんなの憧れだと思うから、はい、特にコンサルするところはないんですけど、はい、ただ私以上に多分何やってるか分かんないというか、なるほど、はい、ドルチェ&ガッパーナとかね、はい、買ってくる腕を持ってる男ですから、これなんで稼いでるのかなみたいなのが、はい、それがもうちょっとこれで稼いでますみたいなのがドーンって一個軸あるだけで、多分そのおしゃれなイメージと、はい、ガーッていくんじゃないかなっていう、見せる準備を持ってる。そうですね、うん、それはちょっと与田さんの今日対談なん前編後編になっております、ね、与田さんのちょっとチャンネルの方も見てもらって、現在、うん、この収入の状況、収入はやっぱ年々下がっていて、そんなに自分はもう最近は稼いでないんですけど、うん、でも年5億円ぐらいは、はい、まあ、稼いではいますけど、はい、もっとこうぶっちぎりが良かった時とかは、はい、個人でもやっぱ年間25億とか、すごい25億純利で稼いでたんで、純利で、それはその、はい、ヒルズ族時代、最近ドバイとかシンガポールとか、そういう時代がありまして、はい、そこからまあピークが2017、18とかで、はい、そこはもうずっとだだ下がりして、毎年下がってるのが、はい、で、今はまあその5億ぐらいが安定してるって感じで、商品を作って売るとか、はい、お店とかビジネスを作って、はい、セールするっていうんじゃなくて、はい、ただただ投資やって、はい、それとあと YouTube やって、はい、まあ、YouTube でメンバーシップっていうのやって、それが有料なんで、はい、まあ、それがいわゆる俗に言うサブスクリプションとか、サロンっぽいみたいな。はい、月に16本かな、動画を出してるんですけど、はい、
それはいくんこいくらの、それがですね、月1万2000円です、まあ、それが半分ぐらいで、はい、多くの人、はい、それとこっちの半分ぐらいが、まあ、投資の社債とか、それから仮想通貨のステーキングとか、うん、あとは株式、まあ、それは投資信託なんですけど、うん、それが配当、まあ、それが何等ぐらい持たれる、今38ですね、僕あのドバイのバージュカリファも、はい、バージュカリファももらってます、はい、バージュカリファとかって住むんだって家賃いくらぐらい、もちろん広さによって違うんですけど、はい、自分の部屋だと、あ、そんなに高くはないと思いますよ、はい、ドバイで一番こう、はい、場所的に良かったのはどの辺り、場所的に一番いいのはもちろんそのブルジュハリファの周りですね、あと見えた方がいいと思います、そうです、もうダウンタウンって言いましょう、ね、これはもうトップに高いと、はい、あとはまあもちろんドバイマリーナの方、はい、それからそれちょっとパームジュメラとかですね、パームジュメラ、はい、パームジュメラとか、あとはエミレーツヒルズとかドバイヒルズとか、はい、内陸ですけどビラのコミュニティ、ドバイで一番評価高いのはビラなんですよ、マジで、例えばですね、私が住んでいる本屋さんは4億3000万ぐらいで買って、はい、9億とか、すごい、吉沢さんが1万個不動産投資で、はい、なんか目つけてる国っていう、目つけてくる国っていうと、はい、やっぱりそのドバイが一番持ってるんですね、40個買って2個売ったんですけど、はいはい、38のうちの21がドバイなんで、それ以外はタイ、はい、日本、はい、マレーシア、はい、フィリピンなんですよ、はい、それは何でかっていうと、はい、やっぱ家賃収入入ってきても無課税、なるほど、そうなるほど、で固定資産税もないし、不動産取得税とかそういうのもないから、なるほど、売った時にもう課税されないんで、なるほど、これはやっぱドバイはやりようによってはめちゃめちゃ儲かりますよね、お金の使い方、はい、もともとこうフェラーリ、ロールス、うんうん、そういうのイメージだったんですけど、うん、最近は日本に来たのは7月14日で、はい、まあ、今8月の下旬なんで、はい、もうあと1週間に帰るんですけど、はい、この期間は、まあ、洋服、はい、それから飲み代、はい、食事代、はい、あとホテル代、それ今日アマン東京なんですけど、うん、それ1泊20ぐらいですか、21万ですね、うん、1ヶ月ですもんね、500万、トンテリ祭りみたいなやつやってます、あれはセラビーですか、セラビーです、180万ぐらいですね、それ結構飲まれるんですか、かなり飲むんですよ、はい、吉沢さんと一回飲ませていただいたとき、ね、はい、僕あのトイレで潰れた、ハルキ君なんか全然使い物になってなかった、そんな中で、はい、今だったらちょっとアホやなって思うぐらいの豪遊、日本のネオヒルズ秒速って言われてた時とかに、はい、そういう女の子連れて、はい、ファーストクラスで、はい、取材とかも兼ねてですけど、はい、フライデーとか連れて行って、はい、旅行とか、うん、で そういうのが全万って飛び出てましたね、全万の飛ばないです、どこはどこ行かれるんですか、インターコンチのインターコンチレベルです、そう、知ってます、はい、あの一番でかい、はい、100万の100万のね、はい、あそこ良くないですか、いいですね、僕あそこ男3人で行ったんで、女の子と行きたかったって、あれ男と行ったんですか、はい、人生最大の山中です、いや、それポジティブ足りないです、女の子と行くリハーサルを船綺麗にエスコートできるように行ってきました、ね、事前に、はい、ヨタスがやっぱホテル好きなんですね、ホテル好きっすね、はい、あのやっぱほら不動産がもともと好きじゃないですか、不動産に近いものがあるんで、はい、ホテルレジネスも買ってますし、ヨタスさんはこう一番世界で良かったホテルどこなんですか、インドネシアのバリのブルガリホテル、はい、おーブルガリでもやっぱりいいですよね、はい、いいですね、僕は最近あのケニアに行きまして、ね、ジャルマナーっていう、はいはい、キリンがホテル中にいるホテルが、あーなんか聞いたことあるかもしれない、すごいわ、ブラグジュアリーなのとはまた違う世界観で、はい、じゃあ与沢さんの人生最大の失敗、はい、昔ってなんか迷うことほとんどなかったんですよ、直感でやってみたいとか、はい、これ知らないとか、はい、結局どれだけ迷ったとしても、はい、やるまでは結果出ないじゃないですか、はい、A という道 B という道があった時に迷っても分かんないっていうのが前提にあって、はい、だからそんなの考えるんじゃなくてやってみたいって思う方をやってみるんですよ、うん、今はもう慎重に、今はもうこの8年ぐらい失敗しないですけど、やっぱりその春樹くんの年齢ぐらいになるまでは、ものすごい失敗だったりして、矢沢さんは最近その YouTube にもやっぱり力を入れられて、あ、そうなんですよね、一番 SNS でこの媒体に力を入れてて、こういったなんか効果が出たとか、うん、Twitter とかでいくらいいこと言っていくら拡散されても、文字にみんな注目しちゃって、はい、誰が言ってるかっていうのはそんな注目されないと思ってて、どんだけいいこと言い続けても、はい、その人々の頭の中に残る残存が小さいだと思ってる、確かに確かに、文字ってね、それよりもその100万一見にしかずってことがありますけど、声があって、音差があって、はい、顔が見えててっていう人となりが分かる動画の方が圧倒的に強いと思うんですよ、はい、それは別に YouTube とか、はい、TikTok とかっていうプラットフォームを限定してるわけじゃなくて、
って、はい、で動画で見てもらうっていうことが情報発信の最もそのインパクトがでかい。自分もその YouTube やってなかったんですね。だからすごい出遅れちゃって、はい、でその出遅れてる中でまあ100万までは頑張ろうって決めてて、ドバイの生活とかも少しずつ可視化できるようになってるし、声かけられる時とかも最近はほらテレビとかも海外だとそんなめったには出れないんで、YouTube 見てますって言ってもらえることが多いから、はい、そうですよね。小澤さんが今 YouTube に力を入れてる中ですごいなと思ったインフルエンサーがたくさんいると思うんです、その理由とともに。春樹くんと僕の共通の知人、友人である青汁王子です。さっきのことは普通に尊敬してますし、はい、すごいなって思ってるんですよ、はい、それは何でかっていうと、はい、やっぱりその前に出る経営者じゃないところがテレビ出始めて失墜が来て、はい、でそこからその無理やりパワーでこう、はい、こじつけるっていうか、はい、リスクがあるところにも飛んで火にいる夏の人に突っ込んでるんです。確かに確かに、パワープレイで持っていこうとするっていうんですかね、はい、確かに。そういう執着とかはすごいなと思ってます。最後の質問、うん、世の中のネガティブをポジティブにする存在であろうと思ってるんですけど、はいはいはい、与沢さんのこう、うん、ネガティブをちょっと聞けたら、うん、僕がちょっとポジティブに変化しようかな。10年前とかは、はい、ものすごい本当に鋼の心で、はい、何と言われようと思うか関係ないみたいな、2チャンネルをつまみに酒飲むみたいな、はい、はい、誹謗中傷されることが快感みたいな、はいはい、なるほど、はい、それがもうダメージを受けちゃうんですよ、はい、だからそういう風に鋼の心がなんか人間の心みたいになっちゃって、はい、まあ、そのマインドブロックがすごすぎて、はい、どうしたらマインドブロックっていうのかな、はい、遠慮がちなところをまた昔みたいに戻れるのかなっていう、はい、あさポジティブ足りないですよ。やっぱアンチとか誹謗中傷の声ってやっぱ革命を起こすための副作用だと。なるほど、何かするときには絶対そういう声が来るじゃないですか。逆にそういう声が来ないときの方が不安なんですよ、うん、なんかその人の話題に乗ってない、うん、そうそうそう、自分ももう来なくなっちゃったんですよ、はい、うん、だからその時って多分批判がない人って多分今の現状こう見られてないんで伸びしろが薄いじゃないですか。批判がある人ってそれをファンに変えれる可能性ってあるんで、なんでちょっと僕も体張ろうと思って、あ、やるんですか、出ようと思って。そうなんだ、体張るんだ、はい、張ろうと思って、まあ、それも多分また、勝てるわけねえだろうとか、うん、なんだよそれって多分いろんな声来ると思うんですけど、炎上も落ち着いて、うんうん、あんまそういった声がなくなってきてるんで、うん、何かやって動かないとっていう時に、うん、ちょっとそういった活動をしようかなと思ってます。ハルコやられちゃいそうですね。強いですか。確実に僕より弱いやついないですよ。はい、なんであの正規最弱決定戦っていう形で褒め言葉だと思った方がいいですね。なるほどね、そうか、やっぱ価値が、うん、あると思って。なるほど、はい、なので僕も YouTube ショートとか、うん、TikTok なんで、ちょっとまたロングより属性が違うんで、絶対違うんですよね。そういった声すっごい来たんですよ。へえー、もう本当に何やってももう来る、今はある程度落ち着いてしまったんで、うん、最初もすごくて、もうそれがなんかほぼファンになったのかなっていう。なるほどなるほど。で逆にそういった声が、うん、少なくなる方が本当にファンです。ちょっと一つ聞きたいのが、はい、すごいなんかハルキのショートって僕結構見てて、はい、ありがとうございます。めっちゃ面白いです。ありがとうございます。何なんですかあの小ネタみたいな、何なんかつまらない芝居みたいな。芝居じゃないですよ、ガチですよ。常にあれガチ、常にガチです。あれできないやん、なんか。ヨネオさん、そういうことをしないといけないです。なるほど、はい、羞恥心をすること大事。なるほどなるほど。あ、どうやったらしてるんですか。いやもうその何言われても気にしないっていうマインドじゃないですか。なるほどね。僕たち動画作りの中で意識してるのは、はい、そういったコメントをあえてさせるような実現しててもただの紙切れとか、はい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 、新幹線急行車以外に乗るなとか、うん、急行車って何ですか。一緒にいる環境で人って買ってくる中で、はいはい、うん、グリーン車ってこう8、9、10がグリーン車なんです、うん、はいはい、で10はこう11のこう指定一般と合うし、うん、8は7の一般と合うし、でも9は、うんうん、グリーン車同士しか合わないから一番環境がいいから9号車にしか乗るなみたいなのを言ったら、まあ、あーみたいなのが来るわけです。あー、なるほどね。っていうようなコメント取りを結構意識した発信。コメント取り、はい、コメントが集まるように動画を作った。そうそうそう。例えばこうやって喋るだけでも、はいはい、一緒に入ってきますよ。足乗せるなとか、動画作りの中にコメントを取る方をすごい意識した。なんだ、コメントが増えれば増えるほどやっぱ YouTube も TikTok もどん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 おすすめに上がりやすくなって、やっぱりみんな今ツッコミ時代なんで、ツッコミどころを、はい、残してあげるとしたいんですよね。フォロワーの方々とか見てる人々とか、まあ、それこそアンチの方々、批判させないようにやっちゃいますね。逆にビジネス系とかだとツッコミが入ってるでしょ、はい、間違ってる知識。ああ確かに。それで多分なんか
鎧固めたってます、はい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 、こう言うとその知識間違ってますよって言ってくるやつでしょ、はい、だからこっちも徹底的に結構まあ勉強もしてるし、うん、そうすると誰も何も言ってこないですよ、はい、例えばちょっと中途半端な知識言ったとして、うん、いやこうだよって言った時にコメント欄で、うん、いやこうだよってこうコメント欄で勝手にやるのに喧嘩しますよね、はい、それってもう最高な状態でこっち指動かしてないのに勝手に動画盛り上げてくれてありがとうみたいな。じゃあもうバカと思われてなんもだし、はい、あいつ何なんだって悪口言われてなんもなんですね。そうです、その方がもう価値あります。いや素晴らしいコンサルでしたはい、ということで今回与沢さんとね対談させていただいて、もうすごいいろんな話もできましたし、はい、ちょっと共通ななんか親近感湧く話とかもできたので、はいはい、すごい楽しい時間になりました。楽しかったです。後編の方はね、与沢さんのチャンネルの方で流させていただきますので、はい、そちらもぜひチェックしてください、はい、与沢さん今日はありがとうございました。こちらこそです、よろしくお願いします。ありがとうございました。